白根駅は、かつて、新潟県西蒲原郡安治村、大技白根にあった新潟交通電車線の駅。1933年4月1日、新潟電鉄線の東間屋駅等駅までの開業に伴い開設された。1999年4月5日の新潟交通電車線東間屋駅月型駅間の全線廃止に伴い、代替として、同社のバス路線が設けられた。 その後、旧白根駅舎は取り壊され、現在は小さな公園として整備され、白根大田合戦の際には、たくさんの露店が立ち並ぶ。JTB 時刻表には、白根駅が白根市の最寄り駅ということから、市の代表駅を示す二重丸で記載されていたが、これは、同駅が旧白根市内にあるという誤解を招いていた。しかし、当駅の実際の所在地は、かつて通称。 西白根と呼ばれていた西神原郡味方村、大技白根であり、右岸側の白根市、大技白根ではない。同様に、新田駅も白根市側の町名に由来する駅名ではあるものの、実際の所在地は西神原郡中野口村、大技片浦市で、また、路線自体を見ても白根市域を経由している箇所は一箇所もなかった。なお、中野口川左岸側にある、当駅は、 右岸側の白根市街と白根橋で結ばれ、この白根橋を経由して市街地を連絡する道路は一般県道に指定されていた。なお、電車線廃止後には市道に格下げされ、当駅跡地は公園として整備された。電車線廃止後も一部の時刻表では変わって、運行を開始した路線バスの時刻が案内されており、当駅西側約200メートルの村道場に設置された。 白根中バス停についても、両志村が新潟市に編入するまで二重丸表記が続けられていた。しかし、白根中バス停は、白根中心部からはやや遠い上に、徒歩経路も煩雑で、運行本数も少なく利便性は悪い。実際には、右岸側にある白根横町バス停が、白根地区の中心バス停であり、同バス停は新潟市中心部のほかコスド、ニーズ、マキ、 園など、最寄り駅各方面に至るバスが発着している。ただし、JTB 時刻表での、市の代表駅基準は編集の裁量に委ねられており、最寄りや市街地に近いなどの理由で、市の代表駅扱いすることは、よく見られることである。地上駅、駅舎側端式ホームが、月形円方面、反対側の島式ホームが、東館や、白山前方面の2面3線 島式ホームの一線は留置線であった。また駅舎側の東館屋よりに貨物用の側線があった。線路西側には電車線全線に電力を供給する変電所が設けられていた。この関係から当駅は終日駅員が配置される友人駅であった。なお廃線時、終日友人駅は当駅と東館屋駅の二駅しかなかった。バス路線図、時刻表は 外部リンクを参照。新潟交通グループと南区区バスの停留所が、駅跡周辺に設けられている。下記は二千十九年五月現在の運行路線。駅跡から中野口川を渡って、本町通行査定を直進した保約五分のところに、横町バス停が位置する。五の町バス停からは、レインボーバスの新潟、うばらソネルート、月型住民バス、町中循環、グルリン号も、 利用か、駅跡から西へ、徒歩約五分のところに、白根中バス停が位置する。いずれも詳細は、外部リンクを参照。新潟交通電車線が味方駅白根駅1日、駅バス、ありがとうございます。